朝の稽古、かっこ仮名は、通り魔に襲われた。都内でごく普通の OL をしていた朝の稽古は、その日も変わらぬ日常を過ごしていた。満員電車に揺られながら出社し、いつものように淡々と業務をこなして退社した。その日は、急な仕事を退社間際に押し付けられ、少しばかり遅くなってしまったが、それ以外は何一つ変わらない日常のはず、であった。最寄り駅を降りると、21時半近くになっていた。時計を見ながら、駅前のコンビニで夕食のおかずと、晩酌用のビール、つまみを購入し店を出た。駅から自宅までは徒歩15分。家に帰ればなんだかんだ22時を過ぎるだろうが、時間を気にした彼女の足はいつもとは別の道へと向いていた。暗い線路沿いを一人歩く。この道は自宅への近道であるが、夜間になると人通りがめっきり減る。女の一人歩きには向かないことを重々承知しているが、22時から始まるドラマに間に合わせたい一心で彼女は帰路を急いだ。彼女はふと自分の足音以外にもう一つ足音があることに気づいた。自身が履くヒールのカツカツという高い音に紛れ、男性の革靴が出すコツコツというような足音が背後から聞こえた。朝の稽古は気にしないように歩く。通りに彼女ともう一つの足音だけが響いていた。後をつけられているような錯覚さえ感じた彼女は、バッグからスマホを取り出し、万が一に備え、すぐに110番にかけられるよう準備した。スマホに表示される110という数字に、少しばかりの安心感を得た彼女は、背後から聞こえる足音の正体を確認すべく、意を決して振り返る。しかし、そこには誰の姿もなかった。彼女の背筋は凍りついた。姿はないのに、足音だけは聞こえる。それは確実に自分に迫ってくる。スマホを握りしめたまま、彼女は走り出した。恐怖だった。ただただ恐怖だった。姿形がないのに、足音だけが自分に迫ってくる。見えない恐怖に、彼女は心底震えた。言い切れぬ恐怖に彼女は走り続けた。自身の息遣いとヒールの音、そして手に持つコンビニ袋がかすれる音がせわしなく聞こえる。その音に混じってあの音もかすかに聞こえていった。高架下のオレンジ色の照明が見えた。あの高架下を過ぎれば自分のマンションまでは目と鼻の先。高架下に彼女は全力で駆け込んだ。半分くらい進んだところで、彼女は一度足を止めた。ヒールを履きながらの全力疾走に限界が訪れたからだ。膝に手をついて、大きく息を整えながら、背後へと視線を向ける。背後から迫る人影も、足音も聞こえない。上を通る電車の音だけが聞こえていた。十数秒。彼女は立ち止まり、呼吸を整えた。電車が通り過ぎ、高架下には再び静寂が訪れる。何も、聞こえない。謎の恐怖から逃れた安堵感から、彼女は大きく息を吐いて、前を向いた。その時前方から、あの足音が聞こえた。足元には自分に伸びる人影がそこにあった。そこで、彼女の意識は途絶える。次に気がついた時、彼女は赤色灯の光をぼんやりと地べたにへたり込むように座りながら眺めていた。状況が飲み込めない彼女がふと地面を見ると、見知らぬ女性が血まみれで倒れている。驚いた彼女は大きくよろけた。とっさに地面で手をついた時、自分が何かを握っていることに気がついた。血のついた包丁。慌ててそれを放り投げたとき、
数人の警官に一斉に取り押さえられた。何が何だかわからない彼女は、抵抗することなく、そのまま署へと連行されていったという。浅野恵子は殺人罪で逮捕された。目撃者の情報によると、彼女は路地を歩いていた被害者にいきなり襲いかかったそうだ。馬乗りになり、そのまま滅多刺しにしたという。しかし彼女にはその記憶がない。彼女は否認した。自分は絶対にやっていないと。しかし物証と目撃情報から浅野恵子が殺人を犯したことは明白。それは疑いようのない事実だった。捜査担当刑事は困惑した。調べれば調べるほど事件には不明な点が多かった。何しろ浅野恵子と被害者に接点がない。殺害する動機すらない。突発的な通り魔としても、彼女にはそのようなことを犯すきっかけすら見当たらなかった。通り魔事件によくある、社会とのつながりすらなく孤独であるとか、不平不満を匿名掲示板や SNS に書き込むといった行動は微塵もなかった。彼女の職場の同僚も口々に言った。彼女は仕事もできて人望も厚い。だからそんなことをするはずがない、と。家族、友人といった彼女と関わりのある者すべてがそう答えるほど、彼女は人格者であった。さらに凶器となった包丁の入手ルートがわからなかった。当日の足取りでは、コンビニに寄ったことは判明しているが、購入したものに凶器となるものはない。事前に購入したものとして捜査したが、彼女がネットを含め、近隣で凶器を購入したという形跡は発見することはできなかったという。捜査は混迷を極めたが、物証という確固たる証拠がある以上、浅野恵子を起訴せざるを得なかった。彼女は通りに落ちていた包丁を手にし、突発的な衝動に駆られ事件を起こした。警察はそう結論付けた。彼女は最後まで無罪を訴えたが、長い裁判の末、懲役15年の判決が下った。彼女はその判決を黙って聞いていた。高架下に逃げ込んだ後、前方から足音が聞こえたのを最後に、記憶が途絶えた。その直前、足元には何者かの人影が見えたという、かすかな記憶が残っていた。照明に照らされたその影が、彼女の影と重なった時、誰かが自分の中に入り込むような感覚があったという。それが、最後の記憶。次に気がついた時、私の足元に彼女が倒れていた。それが全てだと、浅野恵子は語っていた。取り調べで彼女が一貫して主張した言葉を、担当刑事は信じがたい話として聞いていたが、彼女の真剣な眼差しは、間違いなく嘘をつく人間の目ではなかったと、職業柄嘘をつく人間がわかると、その刑事は言った。目撃情報と物証がある以上、彼女が人を殺したのは間違いない。だけどね、人を殺すって行為には必ず動機が存在する。それが浅野恵子にはなかった。微塵もなかったんだよ。稀にさ、こういう不可解な事件っていうのがある。なんでこの人がこんな事件を起こしたんだろうってことがさ、もし彼女の話を事実だとするのであれば、彼女の体を乗っ取った者がいる。その人間が事件を起こしたって考えると、辻褄が合うんだよな。でもさ、俺たち刑事はそんなオカルト話より、証拠で動かなければいけない。嫌なもんだよ。そういう人をさ、刑務所に送らなければいけないっていうのも、彼女は模範囚として、
今も服役している。